こんにちは、野口浩太です。今回は音楽の内容を理解する譜読み術についてお話ししたいと思います。このことがしっかり身についていないと音楽の内容を理解する譜読みというのはできないんですね。で、それが何かっていうと相対読みと呼んでいるものですね。なんじゃそれあって思われるかもしれませんが、安心してください、ちゃんと説明しますからね。それからそういった譜読みを身につけるためにごく初歩の段階でやるべきことっていうことも具体的に紹介いたしますので、最後までご視聴ください。では始めていきますが、まず相対読みといったそのものと反対の絶対読みというものがあります。それを紹介しますが、例えばドレミという3つの音のメロディーがありますね。この一つ一つの音を絶対的に、はい、これはド、はい、これはレ、はい、これはミ、ドレミという具合に1個の音符ごとに当てはまる音名を結びつけて認識していく読み方ですね。これを絶対読みというふうに呼んでいます。あのね、読み方って呼び方っていうのは別にどうでもよくて、僕は絶対読みというふうに呼んでますけれども、これを音名読みというふうに呼んでる先生もいらっしゃいますし、まあ、呼び方はどうでもいいんです。問題なのはこれがどういうことかっていう部分なんですけれども、例えばですよ、ひらがなを1文字ずつ読み上げている状態とすごく似ているんですよね。単に文字が読めているからといって文章の内容まで理解しているとは限らないわけですよね。絶対読みができるだけでは使い物にならないということなんです。それに対して相対読みと呼んでいる譜読みはどういうことかというと、羅列されている音の中から意味のある音の塊、つまりフレーズというものを探せるようになるんです。で、先ほどのドレミを相対読みではどういうふうに認識するかというと、まず起点となる最初のドがあって、そこから二度音程で上行している3つの音がある。だからド、二度、二度、ドレミというふうに認識するんです。まあ塊で認識するんですよね。つまりこれって複数の音同士の関係性を読み取っているということになります。なので相対読みっていうのは音楽の内容が理解できる譜読み能力につながっていくわけですね。では音楽の内容を理解する譜読みって具体的にどんな風なのかっていうのを実際の楽譜を見ながら示してみたいと思います。まあ、ご存知、キラキラ星です。ドドソソララソファファミミレレドソソファファミミレソソファファミミレって、ここでんってなりますね。何かというと同じメロディーを繰り返しているなというところに気がつきます。まあ、ちょっととりあえず先に行きましょう。ドドソソララソ、おっと、最初と一緒なんじゃないかなって、こう一緒だなって気づきますよね。で、ということは次に続くフレーズも先ほどのパターンと同じ可能性があるなって、ファファミミレレド、はい、やっぱり一緒。ということはこれはオレンジで囲んでいる部分ですね。これとここは全く一緒だということがわかるわけです。この楽譜というのは 1,2,3,4,5,6 と全部でね6つのフレーズにでできているんですけれども、実質的には前半3つ、これでしかできていないんだなということがわかるわけです。これだけで練習効率がかなり上がると思いませんか。でね、ここから先が相対読みということを駆使していくことになるんですけれども、まずソソファファミミレ、ね、同じメロディーがあるところ、これって同じ音が2つずつ塊になって、でこの塊ごとにソーソー2度下がってファーファー、2度下がってミーミーで2度下がってレーというふうにこういう音型になっているんですね。これに気づくと当然これは一緒なわけですけども、別のところで同じ音型があったじゃないかって気づけます。ね、それはここですよね。うん、音は違うんですよ。始まりの音は違うんだけど、ファーファー2度下がってミーミーで2度下がってレーレーで2度下がってドーと、同じだ、この3つというのは同じ音型だということに気づけます。さてここに気づくともう一つね、あれって、なんかねちょっと面白いことに気づくんですよ。何かというと、この曲って結局全部が四分音符が6つ分 1,2,3,4,5,6 と2分音符が1個、
この形でできているんじゃないか気づけるわけですね。おっと、つまりリズムが全部一緒ってことですよね。で、さらにですよ、さらに譜読み能力ということが上がっていると、こんなことにも気づけるんです。それがね、最初曲の冒頭ですね。ここの部分、ここがね、全体の中で異質だっていうことに気づくんです。すぐ気づきます。それなぜかというと、ドからソまでこのものすごい距離を跳躍してるんです。いきなりジャンプしてるんです。で、これがどれぐらい跳躍しているかというと、まあ5度なんですけども、ドからソ5度上がるということは、間に3つの音があるということなんですね。で、それがレミファなんです。で、このレミファっていうのに注目すると、次のフレーズにもこれが影響しているというところに気づけるんです。どういうことかというと、最初にバーンとジャンプした時に飛ばした音というのは、次のフレーズの構成音になっているんですね。ファーファー、ここですよね。で、ミーミー、ここですよね。で、レーレー、ここですね。で、元の音に着地。で、一気にジャンプした分、今度は階段のように丁寧にファーファーミーミーレーレードーというふうに降りてきてるって、そんな音楽の内容、形、構成になっているんだなっていうことに気づけるわけです。こういった譜読み術を身につけるために、初心者、入門の学習者さんの最初の取っかかりとしてやるべきことを大きく2つ紹介したいと思います。1つ目、歌うですね。音楽は何と言っても初めに音ありきなんですよね。当たり前なんですけれども、ね、どういう音の配列の時にどんな感じの旋律になるのか、これを体で覚えていきたいんです。頭で考えて理解するんじゃなくて、体に覚え込ませていくイメージね。だからこそ、体そのものが楽器である歌という方法でトレーニングをするのが有効だと考えています。で、こういったね、今ここに出ている番号で歌いましょうと、数字符を使いますね。で、数字符を使う理由は2つあって、初心者にとって五線譜を読むのはまだ難しいんです。で、ここで目的としているのは、どんな感じの旋律なのかなっていうのを体で覚えていくっていうことなので、楽譜を読むことじゃないんです、ね、楽譜を読むことにエネルギーを多く費やしてしまうと、肝心のこの音感を育てるというところになかなか避けない、エネルギーを避けないので数字符をやります。で、もう一つの理由が、音の高低の感覚が数字の方がつかみやすいんですね。例えば、ドーシーというメロディーがあったとして、このドーシーというふうに歌うよりも17というふうに歌った方が、なるほど、23456を飛ばして1から7なのかっていう、で、この音の感覚と同時に、理論的にもこの17っていうふうに分かりやすい、同時に覚えていけるわけですよね。なので、そういったものを使います。これね、ドレミファソラシドっていうのを 123456711 というふうに当てはめて歌っていく、これリコメソッドの教材ですね。もう一つの訓練として、音程を見極める訓練です。これは五線譜上で音程を見極めるということなんですけども、音程というのは音と音の距離です。距離で、音と音がどれくらいくっついているのか、あるいはまた離れているのかっていうことを意識する練習なんですけれども、まあ、このリコメソッド の音程のトレーニングでは、楽譜を読むことを目のトレーニング、目の検査のようなものというふうに捉えていて、まあ、こんな風になってるんですね。3度5度7度っていうのは、五線譜上では間同士線同士なんだよって、で、その開き具合によって357なんだよって、こっちも同じ357なんだよ、どっちも分かりますよね。線同士線同士、これも間同士になってますよね。で、実際のトレーニングはこうなっています。はい、これを見てて、はい、357553335みたいな感じで読んでいくんですね。で、例えばね、これ4度6度8度だと、線と間がこれマッチしてないんですよね。どっちかが間だとしたら、もう片方は線だよっていう風に、で、その開き具合によって4度6度8度だよっていう風な感じなんですね。だから音名は意識しなくていいんです。この音が、何の音であるかということは現時点ではいらないんです。まあ、例えばこれが
音記号がついてたらこれはファとシでヨドなわけですけども、それを求めてるんじゃないんです。何度なのかという距離を測るためのトレーニングだからね。でそれからもう一つのポイントは、五線譜上に置かれたこの、玉と玉、これの距離をいちいち数えていくんじゃなくて、もうビジュアル的に記憶していくってことなんですね。ビジュアル的に記憶することで感覚に落とし込んでいくね、そういうことなんです。ということで2つほど紹介しましたけれども、もちろんこの2つだけやっておけば安心ということではありませんね。そんな魔法のようなことではありません。ただごくごく最初の入り口として行っていることの例を今紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。